こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい、では今日はですね、恋愛心理です。女性が恋に落ちる5つの言葉とは、というお話をさせていただきたいと思います。はい、でね、女性っていつまで経っても心はね、高校生なんですよ。もう超ロマンチスト。恋愛ドラマが流行るのも、恋愛映画が好きなのも結構女性の方じゃないですか。男性って、恋愛映画とか恋愛ドラマとか結構無理みたいな人って多いと思うんですけれども、もう女性はその世界観の中にどっぷりハマっていくわけですよね。だからなんでそのね、恋愛映画が流行るのか、女性に。それはですね、女性がやってほしいことがいっぱいいっぱい詰まってるからなんです。だからね、女性は何を求めてるかって、言葉を求めてるわけですよ。日本の男性ってあんまり褒めるのが得意じゃない人が多かったりとかするじゃないですか。あんまり甘い言葉をささやくのが得意じゃない人も結構多かったりするんですけれども、女性は実はそれを求めている。だからこそやればうまくいくっていう、そういう流れになってるんですね。じゃあどんな言葉を女性は待っているのか、今日はそのお話を5つさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。お友達になっていただいた方は3つのモテる動画を無料プレゼントさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではですね、女性が恋に落ちる5つの言葉とは一体何なのか。まず1つ目はですね、タイプですっていう言葉です。タイプっていうのはもう顔も性格もタイプだって言ってほしいんですよ。で、顔がタイプって言われるのももちろんすごく嬉しいんですけれども、女性って外見は褒められても嬉しいけど、中身を褒めてもらう方が実はもっと嬉しかったりするんですね。なので、僕何々ちゃんのことも超タイプです、顔も中身もって言ってください。このセリフはめちゃめちゃキラーワードです。タイプって言われると、可愛いねっていう言葉っていろんな人に言えるじゃないですか。で、いろんな人を見て可愛いねっていうことは言えるけど、僕はあなたがタイプですっていう、あなたに向けたオンリーワンのメッセージになるんですよね、タイプですっていう言葉は。なので、ぜひタイプです、顔も性格もって言ってください。はい、そして2つ目はですね、なんか何々ちゃんってすごい大切にしたくなるよねっていう言葉です。女性は、多くの女性が男性に大切にされたいって思ってるんですね。なぜならば、大切にされることによっていつも不安な女性を安心させてくれるからなんですね。安心していたいんですよ。安心感を与えてくれる人に対して女性は末永くずっと一緒にいたいって思うんですよね。なので、大切にしたくなるよね、何々ちゃんってすっごい大切にしたくなるみたいなことを言ってみてください。そして3つ目、これもずっと一緒にいたくなる、これもです、これも安心感を与える言葉なんですけれども、女性って一緒とか大好きなんですよ。例えばお洋服とかもそうですけど、何々ちゃんとお揃いるんみたいなのって女性はあるんですけど、男性同士でお揃いるんとかやらないじゃないですか、一緒が嫌だみたいな。でも女性は一緒がいいんですよ。一緒がいいからこそ、男性と一緒にいたいって言われると、一つになれるっていうような安心感を芽生えるんですね。なので、ぜひね、こう一緒にいたくなるっていう言葉も言ってあげると、女性はあなたに対する安心感に包まれて、そして安心感を感じながらあなたのことをいいなって思うようになりますので、ぜひずっと一緒にいたくなるよねっていう風に言ってあげるといいと思います。そして4つ目、そういうところ好きっていうことです。好きって言っちゃってください。告白じゃないので安心してください。ただ好きという言葉を散りばめていくと、脳みそは好きという言葉をキャッチするんですね。主語を認識しないので、あなたが好きって言ってる言葉がどんどん入ってくるんですよ。だから私も好きって言われてる人に対して好きかもしれないっていう風に脳が勝手に思ってくれるんですね。なので、そういうね、ところ好き、例えばジュリちゃんのそうやって素直なところ、笑顔がいいところが好きだよみたいな、
ゆりちゃんの笑顔のいいとこ好きなんだよねみたいな、さらっと言う、ね、もうそういうところ好きなんですみたいな感じで言うとちょっと重たくなってしまうので、なになにちゃんのそういうとこすっごい好きみたいな感じでさらっと言う、それを回数いろんなところで言ってあげると、これって告白？告白でもないけど、あれ？何なの？みたいな感じで混乱を起こして、あなたのことを考える時間が長くなるんですね。で、どれだけ脳内シェア率を上げるかが大事なんですよ。女性も男性もそうなんですけれども、どれだけあなたのことを考える時間が長いか、長ければ長いほど単純接触効果っていうんですけれども、あなたが近くにいなくても脳みそは主語も過去も未来も現在も全部認識、全部今だと思うので、だからずっとあなたと会ってるような感じになっていて、あなたとずっと一緒にいる、でずっと一緒にいて、その接触回数が多い人に対して好意を持つんですね。なのでぜひね、そういうところ好きっていうことをさらっと言ってあげることをしてみてください。そして5つ目、何々ちゃんだけだよっていうことです。女性っていうのはオンリーワンになりたい生き物なんですね。男性はナンバーワンになりたいんだけれども、女性っていうのはオンリーワンになりたい生き物なんですよ。だから何々ちゃんだけ、こんなこと話したの何々ちゃんだけだよ、何々ちゃんだけにしか言えないけどさ、みたいな感じでオンリーワン感を伝えてあげる。それをすることによって女性っていうのはすっごく安心するし、なんか特別扱い、お姫様扱いをされたような気持ちになるんですね。どんな女性であったとしても、どんなにサバサバしたバリキャリな女性であったとしても、心の奥底は高校生なんです、ね、ロマンチストなんです。お姫様になりたいので、ぜひあなたは女性をお姫様にしてあげてください。はい、ではおさらいしますね。まず1つ目はタイプです。顔も性格もって言ってあげてください。そして2つ目、何々ちゃんって大切にしたくなるよねって言ってあげてください。そして3つ目、何々ちゃんってずっと一緒にいたくなるよねって言ってあげてください。そして4つ目、何々ちゃんのそういうとこすごい好きって言ってあげてください。そして5つ目、もうほんと何々ちゃんだけだよこんなこと言えるのみたいな感じで言ってあげるといいと思います。はい、でまたね、質問回答いただいてありがとうございます。でエビが好きなんですって言った時に、私だったらっていう形になっちゃうんですけど、あ、なんかエビ美味しいよねみたいな、今度エビのお店行こうかみたいな感じで誘ってほしいかな。なんかこう食べ物の話題ってその誘いやすいので、間髪入れずに誘ってくれる、じゃあエビの美味しいお店探しておくよ、今度行こうよみたいに言われると、あ、なんか今度美味しいエビ食べに連れてってくれるんだって思うし、あ、私の好きなものを食べさせてあげたいって思ってくれてるのかなって思うから、すごく嬉しいなって思うんですよね。なのでそれを伝えてあげると、女性もあなたのことをすごく優しい人だなって思うんじゃないかなって思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスのお友達を募集してますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。